産学官が連携してビジネスにつながる新しい研究を生み出そうと、香川大学がきょう高松市に拠点施設をオープンさせました。地域を活性化させる起爆剤として期待されます。香川大学幸町キャンパスの目の前に完成した施設では、筧学長らが除幕式を行いました。施設は地上3階建てで、大学の研究者と企業や行政の担当者らが気軽に交流し、アイデアを生み出せるよう、どのフロアも開放的な空間となっています。大学では2018年から地域活性化のため、産学官の連携を支援する事業を始めたほか、今年度からは地域課題の研究に特化した大学院を設置していて、この施設を活動のハブとして使う考えです。地方が核にならないと日本はダメだというふうに思いますので、何かやらないといけない、変わらないといけないという気持ちは相当の方が今お持ちになってきていると思いますので、大学としてもそれをさらに前進めたいなと、そういった時の起爆剤になりたいというふうに思っております。大学では高齢ドライバーの事故を防ぐため、仮想現実を使ったトレーニングシステムを開発するなど、多くの連携事業が進んでいて、今後の展開に関心が高まっています。